いてサドンデスの2本目ということになります。川端雅人が前、そして斉藤大吾が後ろから追い上げる。先ほどはオーバーテイク取りを見せた。さあ今度はどういうことになりますか。川端が見えてきてぴったりと斉藤大吾、うわー、クラッシュ、うわー、ものすごいクラッシュ、うわー、とんでもない状態で2台が大クラッシュをしてしまいました。いやー、ここまで激しいクラッシュは初めてだね。過去の D1 グランプリではありません。もう両者ギリギリのバトル。これはギリギリだね。さし、ここでちょっと戻っちゃったんですね。斉藤大吾が戻って遠赤に乗って、この状態はもう飛び込み今182キロでしたからね、ですからその後の170キロぐらいでそのまま、まだこれ逆側だったから、川端良かった。そうだね、今のはやっぱりもう大吾にしても、入ろうとしたら遠赤の上で